はい、こんにちは、下川チャンネルです。本日はこちら、1回3000円、大当たりはどんどん吸い込むなの CS プロモ、最低2000円から3000円のシングルカードか3000円分のシングルチケットが出る小当たりや中当たりもたくさん入れてますというこちらを今回2回で6000円分購入してまいりました。でね、まあ、こちらもね、昨日に引き続き名古屋で買ったオリパなんですけど、いや、名古屋はね、こういう高額オリパめちゃくちゃありましたね。むしろ定額で500円とか1000円以下のものがあんまりなかったですね。まあ、多分売り切れてたとかもあるんでしょうけど、いや、高額なものばかりだったんでね、今回はちょっと少ないですが、2パックでご勘弁ください。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。しかもね、これめっちゃ軽いんでね、多分1枚2枚しか入ってないんですよね。では、1枚目。来ました。音感の精霊エメラルーダ。スリーブから出しましょうか。なるほどね。これ当たりじゃないですか。3000円ならエメラルーダなら。これはね、昔あったビクトリーロード、デュエルロードかなの優勝者に配られるエメラルーダですね。今ならどうだろう。多分3000円以上するんじゃないですかね。今、ロージアとかもね、熱いですし、そこに入るエメラルーダのプロモですね。ありがとうございます。いやー、これ1パック目から幸先いいですね。まあ、幸先いいもクソもね、2パックしかないんですけど。続いて、おー、今回は裏向き。と、じゃあ、こう裏返したら出るのかな？あ、2枚ですね、今回は。なるほど。裏側。あー、なるほどね。じゃあ、こっちから行きましょう。はい。おー、リンネヴィーナス。なるほどね。まあ1枚1000円弱ですかね。リンネヴィーナスなら。バスターと相性のいいリンネヴィーナス。ありがとうございます。そして2枚目がこちら。おー、なるほど。リンネヴィーナスの2枚セットですね。まあ最低ね、2000円から3000円って書いてあったんで、まあ確かにリンネヴィーナスなら、まあ2枚で2000円ぐらいはするんでね。はい、ということで今回1回3000円のオリパ2パック購入した結果はこちらとなりました。もうちょっと買えばよかったですね、この内容なら。結構ね、最低限リンネヴィーナスみたいな2000円から3000円のものがね、入ってるんであれば、このエメラルーダとかは当たりでしょうし、当たりでこれだけのもの出るなら、これはお買い得なガチャでしたね。で、大当たりにはね、どんどん吸い込むナウのプロも出るんで、それもね、1枚以上しますので、まあ、買うだけお得だったかもしれないですね。まあでもね、名古屋ね、高額オリパーがたくさんあって、まあそれらもね、ちょっとずつ手出したので、今回は2パックとなりました。申し訳ありません。ということでね、まだまだ名古屋のオリパーありますので、またどんどん開封していこうと思います。よければご視聴ください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価、ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。